基本方針では平成の代替わりを踏襲し、即位の礼や祝賀パレード、宮中での祝宴などを国事行為として行うことが定められています。また大嘗祭については、皇室の公的な資金から費用を支出した前例を踏襲し、皇室行事として行うことも閣議で了解しました。政府は今年の秋をめどに安倍総理大臣をトップとする式典委員会を発足させ、準備を進めます。閣議の中で安倍総理は、国民がこぞってことほぐ中で、天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位がつつがなく行われるよう、内閣が一丸となって準備を進めていきたいと語りました。